はい、こんばんは。スタジオリバーサイドようこそ。9月10日久しぶりのスーパーオトロクラブでございます。はい、今日はですね、英会話の必要性についてちょっとお話ししてみたいと思います。よく YouTube の広告でね、日本人のほとんどが英語が喋れなくて困ってませんかって言うんですけど、全然困らないですね。はい、僕の友達で英語が喋れない友達は一人もいません。というか、あなたの身の回りでも英語が喋れない友達、人っています？いないんじゃないですか、実のところ。で、日本の英語教育に問題があるとかね、その、実践の会話うんぬんとかいう話をするんですが、そんなことはないでしょ。日本の英語教育は優れてると思うんですよ。でまずですね、僕の友人、アメリカ人をよく会うんですけど、まず日本に来てね、 Do you speak English? って聞いてるやつはバカだから相手にする必要はないです。Do you speak English? なんてバカにした言葉ですよ。まず日本に来たんだ、日本語勉強しろって話ですよ。日本に住むんならね。で、海外に留学して英語を勉強するっていうのも一つの方法なんですよ。それはそれでいいと思いますね。多分ただ語学を勉強するんじゃなくて、その文化を勉強する、そういう意味でね、いいと思います、海外留学で。僕の日本に来てるね、カリフォルニアから来た友達にと話をしててびっくりしたんですけど、僕カリフォルニアに行った時めちゃめちゃ寒かった、暑かったんですよ。太陽この辺にある感じでね。で、スミスって言うんですけど、スミスカリフォルニア、ニューヨークだよねって言ったら、違うよ、カリフォルニアだよって言うから、カリフォルニア感ないよねって言ったんですよ。まあ、ワンタのカリフォルニア感ってあるんですよね。ホテルカリフォルニアっていう曲があるんですけど、あれよくどうしたらこの音になるかなって言うんですけど、結局カリフォルニア行かないとあの音にならないんですよ。結局空気感みたいなのってね、湿度とか気温とかそういうものはね、いつもこう手元に置いてるんですけど、湿度計の温度計ね、その湿度にならないとその音にならないっていうね、空気の伝達なんでね、それ非常に重要なんです。で、いや、カリフォルニア感ないよねって話したら、いや、北カリフォルニアって全然違うんだよ、カリフォルニアって、寒いんだよって言うんですよ。で、と思って、いや、知らなかったよって言って、で、話聞いたら雪が降るんだそうなんですよ。で、東京より全然寒いって、へーと思って。で、彼は学校でね、大学かな、英会話教えてるんですけど、いつもね、メガネかけてこうやってるんですよね。こうやってタバコ吸ってるんですよね。でもメガネいるのかいらないのかよくわかんないんですけど、で、やたらしゃがむんで、いつもお尻にね、葉っぱがついてるんですよ。で、もうちょっとちゃんとすればいいじゃんっつったら、俺ちゃんとしてないっていうか、ちゃんとしてないよねって、なんかどこの学校で教えてるのかよくわかんないですけど、ちゃんとしてないよねスミスはっていう話をして、でよく笑うんですけど、まず僕の知っているウガンダ人は、名前がちょっと今出てこない、キースだ、もう日本語堪能ですしね。で、日本に来てる外国人で日本語を覚えないやつってバカでしょ。だってここ日本なんだもん。だから道聞かれて困りませんかって言って、そんなもんガイドブック見るなりね、 Google で調べるなりして、普通の知的生命体なら別にたどり着きますよ。で、道聞かれてレフトとかライトとか別に地図書いてあげればいいだけで、その言葉で説明するっていうこと自体がおかしいんだよね。
その場に地図書いてほいって渡してあげりゃいいだけのことで、あのよっぽどのその英会話教室って儲かってないんでしょうね今ね。あのだいたい YouTube で宣伝しなきゃいけないってことは、それは儲かってないから宣伝しなきゃいけないさ。あの広告を打たなきゃいけないってことは、儲かってないから広告を打たなきゃいけないんで、あ、無駄な経費ですよね。だそれぐらい今英会話って必要とされてないんですよ。だって頭のいい外国人みんな日本に来て英語や日本語喋れるもん、うん、全然英会話が必要なんですよ。で、まあ、今ね勉強してるのはねスペイン語なんですね。実のとこですね、スペイン語3日で覚える、スペイン語ね、これスペイン語なんですけど、スペイン語ってね、あの世界的にすごく通じるんですよ。英語って訛りがあるんで意外と通じないんですよね。あのなんか訛られると、僕基本的にあのイギリス人に英語を習ったんでそんなこと言いながら英語習ってるんですけどねあのイギリス人に英語を習ったんで、僕の英語はあのいわゆる米語じゃなくて英語なんですね。でまあ ask とか need とかね、なんでちょっと堅苦しいんですね。で今スペイン語勉強してるんですけど、なぜスペイン語かっていうと、スペイン語って世界的にすごい通じるんですよ。これね、あの英語って、ね、そんなに使われてないんですよ実のところ。で、ね、圧倒的に通じるのは中国語ですね。だって中国人すんごい多いから。でうちのあの元奥さんはあの中国語喋れるんですけど、さすがに。今でもちゃんとね仕事してますね、うん、で語学は英語が喋れてもそんなに仕事ないです。でスペイン語って意外とみんな勉強しないんですね、うん、でもスペイン語ってすごい世界的に通じるんですよ。で僕の友人でね、こうラジオコントロールカーってね、こう無線で走らせるワールドチャンピオンのブルーノ・コエルヘンっていう選手がいるんですけど、彼はね5カ国語喋れるんですね。まあ、英語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、中国語も喋れるのかな。で、日本語でね、やっぱりね、夜食事に行くでしょ、ヨーロッパ行った時に結構スペイン語で喋られるんですよ。セニョールとかね。でね、スペイン語で喋られるとやっぱ分かんないんですよね。で、あとそのポルトガル語、フランス語で、フランス語ってあんまり必要ないんですよね。そんなに世界的に通じるわけでもないし、そんなに言葉が綺麗かっていうと綺麗じゃないですね。スペイン語ってその割と言葉がね、母音がはっきりしてるんで、あ、え、い、お、うがはっきりしてるんで、まあ日本語に近いし、英語はもともとはスペイン語から来てるんで、あ、キエロとかね、キエロでね、あのよく弾き語りされる方ですね、まあお上手なんですけどね皆さんね、語尾を伸ばしてビブラートをかけるのがうまいと勘違いされている方いるんですけど、そうじゃないんですね。とにかく最初の言葉、あ、え、い、お、う、これをですねはっきりと、あ、え、い、お、あの顔の筋肉と喉、そして尾底骨ね、声はここからここへ向かって出す感覚、お尻の尾底骨からに空気をためてバッって出す感覚、あのここだけで歌ってるといつまでたってもその人の心に響かないんですよ。この尾底骨をあとお尻をキュッと締めてね、いわゆるアナルなアンスを締めて、むっ、むっ、むっ、あっ、え、い、お、う、響くでしょ。あっ、え、い、お、う、ね。あっ、あっ、あっ、あっ。これぐらいはっきり発音しないと、よく自分、歌に自信があるんですって方が、うちのスタジオに来てね、この業務用の前、ヘッドホンして歌ってかれるんですけど、皆さんね、自分のリプレイ聞いてびっくりするんですよ。
思ってたより下手だってね、それ当たり前のことなんですよ。それはプロではないので、で自信なくされるんですけど、それ毎回言うんですけど、コツ、ヘッドホンをして自分の音を聞きながら歌うのは意外と難しいです。これね、実際レコーディングするときはヘッドホンして歌うんですけど、よく YouTube とか、いろんなもんでね、自分でスマートフォンで撮ってる方、そのもしプロの歌い手になることを想定してるんだったら、ヘッドホンをして、で若干タイムラグがありますから、それに慣れないと、早くなれないと、実際の現場で歌うときに歌えなくなるんで、これは早くこういう状況でヘッドホンした状況でね、自分のリプレイが遅れることを体感しておくことを強くお勧めします。そんなにこの機材は高くないので、毎日ドライフラワーとか弾いてね、うまいでしょう感に浸ってても全然成長しないですよ。ドライフラワーっていう楽曲がいいんで、誰が歌っても割と再生回数が伸びたりするんで、楽曲がいいですよね、すごくね、あの曲、なので僕はあえて歌わないんですけど、歌えばいいじゃんって言われるんですけど、あんま好きじゃないんで歌わないんですけど、なんでしょうね、隠れた名曲っていっぱいあるんですよね。例えばマリノのね、I can do nothing for you とかね、ヘビーメタルでありながら演歌のようなね、スローバラードなんですけど、すごく僕の大好きな、バンドマリノのね、大谷レブンさん残念ながら亡くなっちゃったんですけどね、それをいかにね、自分なりにアレンジして、スパニッシュ風にアレンジしてね、世の中の人たちに聞いてもらうか、カバーってそういうことだと思うんですよ。すごい売れたヒット曲をねカバーしても、そこに僕は楽しみは感じないですね。世の中の隠れた名曲、そう言いながらワンダフルツナイトとか歌っちゃってますけどね、安藤優子さんの能前カツラとかね、和田摘みの木とかね、あれはね、和田摘みの木はね、結局のところ作者の上田さんがピアノで歌うのが一番泣けますね。上田さん音痴なんですけど、本当に心に響く。なんだろう、上田さんってすごい人なんだなと思いますね。初め一つさんが歌ってね、大ヒットしたんですけど、確かに歌唱力あるんですけどね、上田さんの歌う和田摘みの木はね、心に響きますね。歌ってそういうもんだと思いますよ。うまいとか下手じゃないんですよね。人の心を打つかどうかなんですね。だからとにかく言葉をはっきりと、あ、え、い、お、う、あ、もうフレディ・マーキュリーだってそんなに人類口開くんですかって言うから、あーって開くでしょ、あー、え、い、お、う、あ、え、う、お、う、これ自分で鏡を見ながら毎日、あ、え、い、お、う、あ、え、い、お、うと顔の筋肉のトレーニングね、あと口のトレーニング、あとっていうね、そういうことをトレーニングしていかないと歌というのはうまくなりません。うまくというか人の心を打つような歌にはなりません。上っ面だけのメロディーラインもなってたんでダメです。うっうっうっっていうふうにね、あーって歌っていかないと、それを毎日うっ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 ってやっていかないとダメです、はい、何かの参考になれば幸いでございます。音楽家の竹下敦史がお送りいたしました。スーパー大人クラブでした。Do you speak English? なんて聞いてくる。バカな外人と付き合っても無駄なので、日本語が喋れる知的生命体と付き合いましょう。ということで、竹下敦史がお送りいたしました。See you next time です。じゃあねー。バー。